こんばんは、長野のドラマーの木下です。だいぶ世界情勢も、今後どうなるか難しくなってきましたね。なぜロシアがですね、これほどウクライナに手こずっているのか解説をしたいと思います。というのは当初ですね、ロシアがウクライナに侵攻したとき 2,3 日で、首都キエフが陥落して決着がついてしまうっていう予想だったんですが、ところが実際蓋を開けてみるとですね、ウクライナの前線によってロシアが攻めあぐねてる状態が続いているということなんですね。このあたりの説明をはっきりしている動画がないので解説しようと思います。情報入手先はですね TikTok なんですけども、当初ウクライナが侵攻を受けた時にですね、ゼレンスキー大統領が世界中に向けて義勇兵を募りましたよね。それでこの義勇兵で集まってきた兵っていうのがですね、情報源はまあ TikTok なんで確定ではないんですけども、私が見た動画を上げます。わずかな動画の中に出てきてる部隊っていうのがですね、アメリカの元特殊部隊ネイビーシールズ、それからデルタフォース、イギリスの SAS、 あと韓国の海軍特殊部隊ですね。全てが特殊部隊です。アメリカもですね、イギリスもですね、大元の国にいる軍隊というのは一切動かしてないんですね。ところがその OB なわけです、元っていうことは。でこの元っていうところがポイントなんですけど、元ネイビーシールズ、元デルタフォース、元 SAS っていうのはですね、湾岸戦争の頃から、実際に中東に行ってですね、戦闘を続けてきた、いわばですね、ベテランの人たちなわけです。つまり彼らが、そういった紛争戦争をですね終わらせてきた、実際に現地で戦った人たちなんですね。その彼らがですね、まあ年齢的なもの、体力的なもの、いろんな理由があって現役を退いていくわけです。つまり今の現隊員たちを教え育て鍛えた人たちがウクライナの義勇軍に参加しているわけですね。これ公式に軍隊を派遣しているわけではないんですが、実際はですね、現部隊を育て上げた先輩たちが集まっているということなので、これはロシア軍が簡単に勝てるわけはないんですね。でちなみにネイビーシールズっていうのが一番その攻撃力のある部隊なんですけども、主にゲリラ戦を得意としている部隊なんですね。まあちょっと写真を上げますけども、ほんと不意打ちに近いような状態でですね、攻撃をしたりということが得意になってます。それから兵器の扱いにも長けてますんで、戦車を相手にした時、空爆が予定されている時、どうすればいいか、どう動けばいいかっていうのを全員がよく分かってるわけですね。ウクライナ軍の前線というよりは、義勇兵がですね、非常に世界的にも強い部隊が集まっているということになりますね。デルタフォースはですね、まあアメリカの空軍ですから、飛行機だとか、使われる兵器、どういったところが狙われるか、そういったものをよく知ってる部隊なわけですね。それからイギリスの SAS、 この部隊もですね、湾岸戦争からイラク戦争まで紛争に介入していった直接の部隊ですので、アメリカ軍に劣らず非常に強い部隊、実戦経験のある部隊なわけですね。実はここに韓国の海軍部隊も入っているみたいなんですけども、まあこういった面々が集まってウクライナと一緒に戦っているので、ロシア軍はですね一筋縄でいかないわけですね。ロシア軍にもスペツナズっていう特殊部隊がいるんですが、その中でもアルファ部隊っていうのがその戦闘に特化した部隊でちゃんといるんですね。日本からも70人ほどでしたっけ、参加するかどうしようかっていう方いたと思うんですけども、このスペツナズを相手にするのがちょっと怖いっていう話だったんですが、ここ最近のですね、ロシアとウクライナのその勢力図みたいなのありますんで出しますけど、ウクライナの下にあるクリミア半島から北上してロシア軍が侵攻してきたわけですけども、その途中で国際空港が戦場になったんですね。でその国際空港の
戦闘の時にロシア軍がですね、このアルファ部隊という特殊部隊を200人投入したんですが、実は全滅してしまったそうなんですね。まあどういった流れで全滅したのかっていうところまで詳しく知らないんですが、いろいろ見てたらですね、部隊を投下するためのこう飛行機が飛ぶんですけど、もともとそこでウクライナ軍はですね、当然その上から来るっていうのを見越して対空用の兵器を持ってたんで、それで撃ち落としたということみたいなんですね。ただまあそういった武器だとか兵器の使用に長けている人たちっていうと、やっぱりアメリカのネイビーシールズっていうのが出てくると思うんですけども、さらにですね、数日前にこれも TikTok で見かけたんですけど、世界最長記録を持つスナイパーっていうのが、カナダにいるんですが、この人は実名で行動してはいないんですね。通称ワリっていう名前のスナイパーがいるんです。でこのワリがですね、戦闘に参加したということで大きな反響があったんですけど、じゃあこのワリっていう人がどんな人なのか、ちょっと実際の動画で見てみましょうね。伝説のスナイパー、ついにウクライナに。 3.54km 先のテロリストをキルショット。There are people here that are being bombarded just because they want to be European and not Russian.でも俺は行く。まあ奥さんと子供を置いて戦わなきゃって、戦地に赴いて参加しているらしいんですが、このワリっていう人がですね、ネイビーシールズが戦場の死神とすれば、このワリは個人で死神っていう称号をもらってもいいぐらいのですね、非常に相手にすると怖い相手なんです。少し火器の話をしますけども、ハンドガンですね。ハンドガンでこう銃を撃つとします。そうすると、私撃ったことはないんですけど、ハンドガンでもですね、銃を撃つときにこの反動で手がこう動いてしまうんですよ。ですから映画ではですね、こうバンバン撃って当てたりとか平気でしてますけど、これが聞いた話だとですね、10メーター離れるともう当たらないそうです。反動がこう大きくて、的を狙ってもこう綺麗に飛んでくれないんです。ですからその銃の射撃で綺麗に的に狙ったところに当てるためにはですね、ちゃんと訓練された人間が、銃器を扱わないと当てれないということなんです。10メーター離れてしまうと、もうハンドガンだと素人が使うと当てられないわけですね。でスナイパーっていうのは一体どういうものかっていう話なんですけども、これ大元のスナイパーはですね、もっと今よりも近い距離、 200m 離れた距離くらいからこう狙撃するっていうのがスナイパーだったらしいんですが、一般的なそのスナイパーっていうのはですね、 600m から 1.2km、 1200m 離れたところから、ターゲットを狙撃するというのがスナイパーなんです。ところがこのウクライナ義勇軍に参加したワリはですね、世界最長記録というのを持ってまして、3540m 離れたところから狙撃をするんですね。簡単に言うと 3.5km 離れたところから狙った人間を撃ち抜くっていう腕前を持ってるんですが、常人には絶対にできない技術なんですね。っていうのは 3.5 キロ離れたところから弾を撃った場合ですね、風だとか、空気抵抗だとか、いろんなその影響が考えられるわけです。ですからその銃の状態っていうのもありますよね。それだけの距離を一直線にこう綺麗に飛ばないと当たらないわけですから、当然その銃もですね、改造がしてあったりっていう状態になってると思います。そしてその 3.5 キロっていう距離から、狙撃するんですね。しかもこのワリっていうスナイパーはですね、一般のスナイパーっていうのが1日その狙撃をしたとして、狙撃に成功できる数っていうのが大体10人ぐらいなんだそうですけども、このワリはですね、戦場で狙撃を開始すると1日40人ほどその狙撃を達成してしまうそうなんです。つまり常人の3倍離れた距離から狙撃して、常人の4倍の人数を狙撃してしまうんですね。ですからここ最近ロシアの将校、少将クラスの人間が、狙撃されたっていうようなニュース流れたりしますけど、これはおそらくワリの仕業なんですね。
さすがに 3.5 キロも離れるとですね、どこから狙って撃ってきてるのかわからないと思います。そしてそのスナイパーに要求される技術というのはですね、狙撃の腕もあるんですけど、その身を隠すっていう技術が非常に重要になってくるんですね。どこから撃ってくるかわからない。しかし撃ってくるとなると、どちら方面から撃ってきたんだっていうことになるわけですね。つまりその撃ってきた方向がわかると、どこから撃ってきてるのかということで狙われるわけです。ですからそのスナイパーは狙われないように身を隠しつつ、その居場所がわからないように移動しつつ、敵の状況を探りながら、常に攻撃し続けるということになりますよね。でその割っていうのは、そういったものが超一流で、非常に恐ろしい存在なんですね。まあこういったですね、特殊部隊だとか、特殊能力を持った人たちがウクライナの義勇軍に参加しているということをだいぶ前に私知っていたので、おそらくロシアはですね、戦車などを使って侵攻を進めても単純なこう戦闘では勝てないだろうなっていうのはなんとなく分かってたんですね。それでその特殊部隊のスペツナズも壊滅してしまって、戦況としてはですね、おそらく負けているのはロシアなんです。ただ人海戦術に訴えられると、もともと人数が多いのはロシア軍ですので、戦況が長引くとウクライナの方が不利になってきます。ですから、そういったですね、直接の戦闘をしないで有利に戦況を持っていくには、空から空爆するっていうことになってくるんですね。今後の動向はですね、ロシアだけじゃなくて中国がどう動くかっていうのが、非常にポイントになってきますね。中国がロシアの支援に回ってしまうと、もうこれは、完全に第三次世界大戦になります。っていうのは軍事力のランキングっていうのがですね、1位アメリカなんです。2位ロシアなんです。つまりアメリカとロシアが直接対決したらですね、アメリカの方が勝ちます。ですけどロシアが2番目なんですけど、3番目がですね、中国なんですね。つまりロシアと中国が協力体制を作ってしまうと、アメリカが対決した場合負けてしまうっていうことになるんですよ。そうなるとですね、世界を2つに分けてアメリカ側、ロシア側っていう風な、体制に発展 してしまうので、中国の出方によって今後ですね、第3次世界大戦になるかどうかというのがはっきり決まってきます。ですから我々日本人はですね、戦争にならないように最善の努力を、していかなくちゃいけないんじゃないかなと思っております。最後にですね、私ロシアの方向け、あるいはプーチン大統領に届かないかなと思って動画を作ったんですが、それをですね、添付しておこうと思います。これメッセージを一つも入れなかったんですが、多分見て伝わるんじゃないかなと思って、作ったんです。今日はこれで失礼します。